明日はいよいよ決勝だな。浦部たちのいる大友中が相手か。噂によればまた今年も戦力アップしたらしいぞ。何ビビってんだよ。そんなの大したことあるもんか。さすが全国大会を2連覇してると余裕だな。浦部一先、今年の優勝は俺たちがもらうからな。何言ってやがる。俺たちがお前らに負けるかよ。明日の決勝じゃそういう高慢ちきな態度を二度と取れなくさせてやるからな。何よこのカッパ頭。なんだとこの山猿が。なんだとやるか。まあまあどちらさんももっと同じチームメイトなんだ。そう熱くならないで。似た。でももう勝負は見えてますがね。ああそうだな。翼さん明日の試合を楽しみにしてますよ。なんだあいつ。ああいつだよほら、去年の南葛 SC を優勝させた新田だよ。あいつが新田俊。さあ、次にやってきました全国中学生サッカー大会静岡県大会の決勝戦。果たしてサッカー王国静岡県代表になるのは南葛、大友、どちらのチームか。大会前から優勝候補に挙げられていた両校だけに誠に楽しみな一戦です。勝てよ、翼。そして約束通り全国大会 V3 を成し遂げろ。その後俺はもっと遠大な計画を立てているんだからな。この試合に勝てばいよいよ全国大会ね。翼くんたちならきっとやってくれるわよ。おーい、ゆかり。ゆかりじゃないか。ん？ひろしくん？お前がマネージャーをやっとる南葛見に来てやったたい。じゃあ九州から。ああ俺たちも全国大会に出場するんだな。へえ、あんたんとこそんなにサッカー上手かったっけ。なに。ねえゆかり、この人は。え、あたしのいとこで。俺は九州長崎代表平戸中サッカー部3年の慈瞳浩司。そしてこいつは2年の佐野満隊。いいかみんな、この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。今年こそ南葛を倒して全国大会に出場するんだ。おう。SC では影の存在だった俺たちだが、その時の劣等感がお前を南葛を倒す執念になってるんだ。勝つのは大友中だ。